島根の皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。お元気にされておられますでしょうか。日本共産党の元衆議院議員、比例中国ブロック予定候補の大平義信です。実は昨日から中国地方駆け巡りキャラバンということで、10月の1日までの10日間、中国語圏を元気いっぱいに駆け巡っています。いつ解散総選挙があってもおかしくないというよりも、もうこんな岸田政権は一日も早く終わらせなければならない、みんなの力で解散に追い込んでいこうじゃないかと、こんな決意で駆け巡っています。今日は岡山県におりまして、残念ながら島根の皆様へのビデオメッセージとさせていただくことになりました。心を込めて訴えたいと思います。中国語圏を回っておりまして、どこでも岸田政権への怒り、日本共産党への期待、こうした皆さんの思いをひしひしと感じる日々です。街頭でも、あるいはネット上でもそのことを感じています。先日も今街頭宣伝をしながらシール投票で、街行く皆さんの声も聞きながらの宣伝に取り組んでいます。ある大学生からは、岸田政権に切れそうだと、こうおっしゃいながら学費の値下げにシールを貼られました。本当に食費を賄うのが大変で、1日1食っていう日もあるっていう、そんな切実な訴えでした。40代の女性からは、消費税減税にシールを貼り、消費税の増税がですね、大企業の減税の穴埋めにされているっていうことを聞いたと、もう許せないっていう怒りの対話となりました。この40代の女性は街頭から大平の LINE にも登録をしてくださいました。大平 LINE 公式はおかげさまで島根の皆さんのお力もいただきながら1800人の登録者を超えました。岩名湖の高校1年生が登録をしてくれて、米子で行われた演説会にも参加をしてくれ、毎週のようにやり取りをしています。インボイス制度って何が問題なんですか、あるいは消費税減税に代わる財源があるんですか、まあ、こういう質問などもいただきながらやり取りを重ねています。先日は、僕は小学生ですという方からも大平 LINE 公式に登録がありました。原発の問題が怖いですっていう、そんなコメントとともに、頑張ってくださいっていうエールが寄せられています。こうした皆さんの願い、期待に何としても応えて、来たる総選挙議席奪還果たさなければならないなと、この思いを日々強めているところです。松江の島根原発2号機の再稼働を中国電力は来年にも進めようと言っています。山口県上関町には、使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設まで狙っていく、私たちのふるさとを核のゴミ捨て場にするな、地域住民からの強い声も上がっております。今の比例中国ブロック定数11の中に、自民党が6議席、公明党が2議席、維新が1議席、原発推進と改憲の勢力が9議席もある、そうした流れと正面から対決をする日本共産党の1議席、何としても勝ち取らなければならないんじゃないでしょうか。島根原発の再稼働を許さない、原発ゼロの日本への政治決断を、この日本共産党の議席を島根の皆さんとこそ必ず勝ち取りたい、勝ち抜きたいと決意をしているところです。そのためにも、今日の集いも含めて、どうか皆さん日本共産党に入っていただいて、一緒に岸田政権を倒し、希望ある安心の持てる政治の実現を前に進めていこうではありませんか。全力で先頭に立って議席奪還を目指して頑張り抜く決意も申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。